そうしようかな。今はよくやってるみたいだけどね。感謝はしてる。ほとんど誰も迷惑になんか思ってないはずだよ。もちろん経験から言って、本物の善人になりたかったら善良に振る舞うしかないんだし。つまりほら、ダイヤモンドシティだ。本当に危険だとずっと警告してきたけど、発行のたびに聞くのはこんな声ばかり。おい、何か楽しいことを出したらどうだい。思考を変えて何か面白いことを書いたらいいのに。もう十分。いつか引退してやるって気になるよ。疲れる仕事のようね。まったく。でもみんなは真実を知るべきなんだよ。そう、実際に起きていることを知るのは恐ろしいかもしれない。どこかのインスティチュートの手先が今日うちに来るんじゃないかと怯えずに夜を過ごすことなんかない。だけどそれだけの価値があるんだよ。真実を知っている、そのことに守られているんだ。全く同感ね。立ち向かっている者の正体を知らずにどうやって自分と家族を守ることができるの。その通り。だけどほとんどの人は心地よい嘘を好む。私は違うけど、真実に何ができるかこの目で見てきた。妹と一緒に連邦の辺境で育った。小さな居住地だった。父は地元の民兵の一員だった。レイダーの妨害を防ぎ、マイラーラークを便所から追い出すと書いていた。そしてある日、父は死体で発見された。キャプテンのメイバーンとかいう名のろくでなしが、レイダーが当直の父を襲ったに違いないと言い張った。だけど信じなかった。自分で調べたらキャプテンが寝返っていたことが分かった。思うに町の警備では収入が十分じゃなかったんだろう。彼はある夜ゲートを開けっぱなしにして、レイダーの一団に略奪させて利益の一部を受け取ろうとしていたんだ。父がそれに気づいてメイバーンを通報しようとしたけど、メイバーンが先に動いたんだ。このろくでなしが人殺しをしておきながら逃げ合わせるの。許しても茎はなかった。市長に話そうとしたけど聞き入れてもらえなかった。だから町中に言語道断の職務放棄による指名手配者、キャプテン・メイバーンというポスターを貼り出したんだ。その後で市長が本当に話をしたいと言ってきた。町はメイバーンを追い払い、さらに調査を進めたところ、ついにレイダーの意外なグループが明らかになった。人々を救ったのね。いや、彼らが自分自身を救ったんだ。真実を知ったから。でも、いや、すまない、長々とおしゃべりしてしまって、時々止まらなくなるんだ。本当に分かってる人と話をするのは楽しいからね。それで、もう出発？
トラブルになりそうなことをわざわざ見つけてきてないか？そう思う。いや、判断できないね。正直に言って、気分転換は一人でしない方がいい。この業種じゃ、物事はひどく厄介になりがちだからね。撃たれたり毒を盛られたり、処刑されそうにもなった。最近までダイヤモンドシティの留置所はパイパー用特別室って呼ばれていた。なんだってネタになるんだよ。波乱万丈の人生を送ってきたのね。確かにそう。だけど正直に言って、こうして会えたことでやっとスタートを切れた気がするよ。厄介ごとに巻き込まれる、お互いそういうものなのかもね。つまりここに二人がいて、自分たちの身を危険にさらして連邦の人々の生活を良くしようとしているってこと。賞賛や報酬や栄光のためでなく、正義のために。知っておいてもらいたいけど、偶然とはいえ一緒にいられて本当に嬉しいと思っているんだよ。それでいい。そばにいてくれると幸せよ。ええ、ありがとうブルー。それって心からグッとくる。意外だったな。じゃあここから出るかい？そうか、頭は悪くないようだね。どうも。そっちもね。いや、そんなつもりじゃなくて、少し手助けしてもらえたらと思って。普段はこんなことで他人を悩ませたりはしないんだけど、人付き合いがうまそうだから。今問題があってね。妹のナットのことなんだ。私と同じになろうとしてる。わかった。問題って？妹が姉のようになろうとしているのが怖いんだ。つまりこれまでの人生を考えてほしいってこと。責めるつもりはないけれど、ブルー、個人の安全はこのスーツのように強いとは思えない。彼女には姉のように弾丸を避けて、怒った人々から逃げ回るような形で人生を終わってほしくはない。それがしょっちゅう外に出かける理由の一つ、ここにいる理由の一つ。もしかしたら滅多に帰らないようにすれば、彼女のそばにいなければ彼女も頭を冷やすかもしれないとずっと思ってる。優しくて無邪気なナットに、新聞配達をしていろいろな方面でしっかりした市民に戻ってくれるかもしれない。どうすればいい、ブルー？ただ愛してあげればいい。家族とは貴重なものよ。家族を追い払うのは一番やりたくないことのはず。永遠に失うかもしれないんだから。その通り。そんな危険は犯せない。ありがとうブルー。知らない人とさまよってこの井戸に行き着くなんて誰が予想できただろう。あなたのような人はなかなかいない。すごい友達だね。ただの友達？ああ、そう、そう思ってた。ただし何か変わらない限りは。ここ暑くなってきた？でもいや、また聞いてくれてありがとう。誰かに話すことができて胸のつかえが取れたよ。じゃあ出発したいの？ねえ、その怒りをどこかよそに向けたらどう？Thank you.
ID を提示してください。素晴らしい。このタイムカプセルの中にあなたたち、つまり私たちの子孫が2077年に保管された品物や記念品を見つけ、あなたたちが今暮らしている世界は古臭く見えるかもしれません。基盤を築いたものです。しかしこの記念品を見ることで、あなたたちにも未来の世代の方に基盤を築いてもらいたいのです。あなたたちの立場について未来が輝かしいものでありますことを願っています。2077年の人間を代表してあなたたちの幸福を願います。ジャマイカプレイン代表アリッサ・パーク市長でした。そして今度伝説のジャマイカの財宝とか、
保安と奉仕に努めます。グールが経営してるあのファームについて聞いた？ここにいる目的が私でないことを祈るわ。